東京・練馬区では新型コロナウイルスの影響で生活資金が苦しくなった区民の相談を受けるコールセンターがゴールデンウィーク中も開設され対応に当たっています。午前9時の開始直後から電話が鳴り始め、職員が休む間もなく対応を続けています。練馬区の生活相談コールセンターには先月27日の開設から4日間で750件を超える相談が寄せられています。その中でもおよそ7割が家賃分として給付される住居確保給付金の相談だということです。かなり多くの区民の方がお困りごとを持っていらっしゃるということで、急遽、ゴールデンウィークの開設を決めたというところでございます。生活相談全般に幅広く答えられるような体制を取っていきたいというふうに考えてございます。コールセンターは休日の今日から6日までも平日と同様に午前9時から午後5時まで受け付けています。